はい、行きます。続き、オッケー、クーラ最終形態ですね。曲がね、かっこいい感じになってますよね。まず悟空ベジータどうなんすかね。ちょっとスーパーサイヤ人ならないで連携打ってた方がなんか強い気がするんですよね。ほら元気玉でしょ。この辺絡めたいよな。海洋拳カメハメハ、これなんなんすかね。二人でしょ。あの僕的にはね、悟空とベジータが絶対なんか絡んでくると思うんですよ、予想ですけど。で、元気玉はまずないんですよね、ベジータが絡むのは。で、これ海洋拳カメハメハって、これちょっとわかんないけど、でもね、カメハメハとギャリック砲は試したんですよね。で、あらゆる、まあ、状況を試したんですけど発動しなかったんで、これは違う人だと思うんですよね。ベジータじゃないと思うんですよ。海洋拳、あ、でもわかんないな。カメハメハとビッグバンアタックの可能性もあるかとか、まあこの辺、海洋拳カメハメハとビッグバンアタックの可能性もあるか、まあちょっとわからないんですけどね。ちょっとベジータ見てみようか。なんか発動しそうな気もする。あ、3つしかない。ギャリック砲、いやもうこれ絶対悟空でしょ、これ違うかな。だってベジータあれでしょ、連携打つってなったらピッコロ、ご飯、あと誰いる、クリリンとやるわけない、ヤムチャとやるわけない、天津飯とやるわけないね。え、悟空しかいないと思うんですよね。トランクスか。ギャリック砲だから、ベジータもまずギャリック砲で確定で、悟空がじゃあ2人で打つとしたら、元気玉、海洋拳カメハメハ、海洋拳かカメハメハで、カメハメハはおそらく違う。だから海洋拳か海洋拳カメハメハ、元気玉も違うと思われる。上から順番に行ってみるか。海洋拳カメハメハ打ってギャリック砲で行ってみるかな、とりあえず。そうしようか。ヘビ姫使って何だ、もう一回使うか。これでどうだと思ったら、貝がないな。貝がないから、じゃあ適当に消化しますか。チャオさん動き止めてくれ。これで気候法で、あ、ダメだ、一致してない。いや、じゃあ指針の件気候法行って、あと適当って感じだよな。ギャリック、いや、エネルギー派でいいや。あんまりエネルギー使わないようにして、魔漢光殺法。いや、曲かっこいいね。あ、ちょっと止まったかな。あー、危ない、ちょっと固まったねはい、どうだ、107、ちょっと固くなってるかな。さあ、普通のエネルギーは141、1回、2回、3回、4回ぐらい攻撃してくんのかな、多分。 OK、 いや多分そうだね、カード変わったもんね、バトルカード。4回攻撃かなこいつ多分。 OK、 162。さあ来たな、貝は来た、貝と枠来た。海洋拳カメハメハとギャリック、これで違ったら、いやまあでも Z 絡んでるからな、ちょっと発動するかわからんけど、ギャリックかビッグバン、ビッグバンの可能性もあるけどな。海洋拳カメハメハとビッグバン、まあちょっとこの辺ガチャガチャちょっといじってみようか。そうしようか。先行と早期演算行こうか。動き止めたいんだよな。いや、そう、一回早期演算行こう。よし、これでどうだ。お、防御1。おお、来た、やっぱお前ら二人かよ。いいね、650。いいよ、いいよ、いいよ。やっとこれで、悟空とベジータの連携いったわ。やった。悟空もだいぶ、じゃあ、だね、連携埋まってきましたね。あとは元気玉、カメハメハ、
かな元気玉、おおお、お前も超能力を使ってくるの、ギャリックカメハメハ、いいじゃない、いいよこれ、いいじゃないですか。あ、ちょっと悟空あれか、一旦動き封じられてんのか。ピッコロさんからって感じだけど、ちょっと待ってね、ピッコロは逆に、あ、結構埋まってるな、あと1個か。目から開口線、あー、例のこれが 3人だっけ、3人のやつか、3人のやつか、うん、この世で一番強いやつ、なかなか条件揃わないよね。揃わないよね。ベジータは別にスーパーサイヤ人になってもいいんじゃないですか。ギャリック砲出るから、スーパーサイヤ人になっても。ねえ、別に問題ない気はしますけど。あ、でもなれねえか。いや、いや、ここちょっと単体でいこう。単体で。ちょっとみんな単体でいこう。魔漢交殺法、魔戦功。まあ、ベジータは Z で攻めて、チャオズだな。チャオズこの辺で。超能力。テンさん。テンさん指針の元気候補。まあ、こんな感じでいいんじゃね。まあ、亀に2枚あるからな。連携いけるっちゃいけるんですけどね。連携いくか。これでどうだ。まさかね、お前も超能力を使ってくるとは思わなかったぜ。さあ、防御2だから単体でもそこそこ入ると思うんですよね。175、OK。さあ、来た。いいね、鶴仙流。いいですよ、この、あれだよね、流派はね、亀だけど、鶴仙流ですから。わあ、筆がまたいっぱい来るなぁ。筆だらけだよ、もうこれ。どうするよ。ちょっと待って、ここさ、ちょっとさ、楽に倒してえから、あれ使おう。ちょっと待って。あれ？あった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 。よし、これで全員の攻撃力アップ。まあ、普通に殴ってもいいですけど、衝撃波。弱いカードで、超能、あー、無理か。無理か、無理か。じゃあ、こっちだ。バンコク。バンコクびっくりしよう。ベジータ、どう組み立てる？ヤムチャ。ヤムチャ。早期弾。テンさん。テンさん、ちょっと指針の元気候補いっちゃって。あ、エネルギー派でいいや。で、ご飯で殴り。Z だけど防御1だからな。ここ攻めたい。あー、またカード変わった。そう、あー、爆発波やばい。でも全体だからそれほど火力はないと思いたい。よし、防御 Z で落ち着いちゃったか。ここはまだメジャー入らないかなって感じだけど、まあしょうがないな。さあ、次のカードハイパイがね、ちょっと気になるところ。次のカードハイパイでいいカード引きたいな。連携3人技とか行きたいな。やっぱ3人技4人技になるともうね、火力が違ってくるからね。さて、厳しいな。まあ、亀ワクワク、あー、厳しいな。どうする。でとりあえず間が2枚あるけども、11、星の数が1が絡んでるからダメだこりゃ。爆裂魔候補ベジータいけ、ギャリック砲。よし、これでいいかな。あともうどうしようもないっすよね。あともうどうしようもねえな。
でいいか。衝撃波、あと適当だ。待って、してアタ、あ、してアタック一応発動したか。いや、まあ後方でいいや。よし、 OK、 116防御2だからここはダメージ入るでしょう。はい、ナイス463。 OK、 だんだんこのね、あの連携技の見つけ方っていうのがコツ掴んできたからさ、これはやっぱどっかで技開発の動画一本撮りたいな。よし、さあ、カメ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 。まあ、いやー、筆がなんかこうなると筆がほんと邪魔なんですよね。筆が邪魔。あ、ピッコロ動き止められてんだ。うわー、マジか、ピッコロさん動き止められてる。ってなると、じゃあ亀川流の方々でちょっと行ってもらうしかないな。あ、ダメダメ、これは、え、ダメか、防御1絡んでるからか。これだったらいけるでしょう。これでどうだ。あれ、指針の剣、あ、ダメか。ちょっと待って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 、あーあー、やっぱダメか。超能力効く方いけるか。いいや、じゃあ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 こっちで、こっち、あれ、いけない、いけないの。早期演算でこっちいけるでしょ。あ、いけねえんだ。気の解放はいける。そうなの。いいや、じゃあ気の解放いこうか。気の解放コスパいいから。コスパいいやつね。魔候補でエネルギー、あれ、いけねえのかよ今度。こっちか。よし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 。で、バンコク、もう一回バンコク、バンコク、バンコクからの、もうどうしようかな。早期弾とか撃っちゃう。早期弾、早期弾、僕が、まあ、敵の衝撃波。ベジータ行け。これ、いくら入るかな、防御高めだけど。ああ、まあまあまあ、いいですよ、いいですよ。全然いいんですよ。エネルギー消費ゼロでこれだけダメージ入るなら。よし。1回。2回目。2回。3回。おー、なんだなんだなんだ、大丈夫か、危ねえ。4回。4回だ、やっぱり。1回攻撃しだしたらもう止まらないもんな、こいつな。OK。さあ、うわー、カードがゴミ。ゴミカードもいいところ、これ。くしょ。ちょっと待って。仮面もない。貝が2枚、枠が2枚ってこれ、一番ダメなパターンの集まり方ですな、これは。こういう時はオートで行きたいな。あ、あ、やばい、オートや、本当にオートやっちゃった。オートやるつもりじゃなかったんだけど、ちょっとバンコクびっくり症で動き止めたかったんだけど、亀仙人落ちたかな。落ちたね。くそー。間違ってオートやっちゃったな。おーっと、このヤムちゃん動き止めたか。まあ、ヤムちゃんならいいですよ。ヤムちゃんならどうぞどうぞ。どうぞ止めてくれ。オッケー。さあ、亀仙人が戦闘不能。このさ、誰だったっけ、最終形態、クーラ最終形態の場合って、しかめっ面ってどういう顔になるのかな。あー、小ガメラもまたこれすーげー溜まってる。またご飯に全振りしようか、これご飯。お化け、お化け、お化けない、お化け、あれ、なかったっけ。あ、使った、あったあったあった、よし。さてさてさて、どうしましょうか、しましょうか。いけると、いける連携は、
あれいけるかな、捨て身。あー足りねえ、2じゃダメなんだ。2じゃダメか。これいけねえかな、この世で一番強いやつ。いけねえか、無理か。わあ制約ありすぎるなこれ。ちょっとあーこれあの世で一番、あこの世で一番強いやつ、ありがとうピッコロさん。これこれこれで元気玉いって、あとご飯とクリリンも関与しなきゃいけないから、いや無理だなこれな。無理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 よこれは。どれだったっけ、どれだったっけ、なんか HP 経営回復みたいな。あスノでもいいかな、スノ、スノさん、スノ、あれスノさん、スノさんはあった1枚、全員の経営少し回復 OK、 全然 OK、 これでいいよ。よし行こう、海洋剣カメハメハ、ギャリックカメハメハ行こう。よしで、チャオさん、チャオさん、チャオさんで超能力これだな。魔閃光、魔閃光からの紀炎山。あ待って、ここいけるでしょ、木の解放いけないか。あいけねえんだ、まあこれだけやっぱ制約ねあるからね、逆にダメージが出るっていうことなんでしょうけど、防御が2だよ、ここチャンスだよ、いけ、えいや、いったー、いえい、574くらった、いいえ。さあカメ、カメがいっぱい来たら行くぜ、カメハメハ乱舞か、もしくはがね、あのカメ川柳全員のカメハメハで行くぜ。とことん攻撃してくるなこいつ、3回、オッケーオッケー、1回動き止めたから。うわー全然カメが来ない、全然カメが来ないっす。悟空とご飯でもありそうな、ただ単純にカメハメハと魔閃光とかどうかな。魔候補、魔戦区、あ、もう3人絡んでるな。うん、3人絡んでるな。これ、悟空とご飯のさ、カメハメハみたいな、ないかな。ご飯後でカメハメハ覚えて、親子カメハメハみたいな、ないかね。そういうのあったらちょっと熱いよな。衝撃派でも打っとけ。どうしようかな。油断してやがったな、してやったく、油断してやがったな、木の解放、油断してやがったな、でいくか。でまたチャオさんで動き止め、いや亀仙人にしよう、万国びっくりしよう、ピッコロさんマーカン交差法いいんじゃない、こんな感じで。天さん防御2だよ。さあそろそろいいとこまで追い込んでくんねえから、まだダメか、これ丸々とやっぱ動画1本かかっちゃうな多分。91、どんだけ HP 高いんだこいつ。 OK222、 おお、えしかめっ面だった今、全然わからなかったけど、まさか倒すとは思わなかったな、やったな。それじゃあみんな人造人間が現れる日までが、うわーこれただの作業感がただの作業感がね半端ないね、ようやく倒したぜとかそんな描写ないもんね、普通におーやったなみたいななんかねウォーミングアップ感があるよね。クーラーもあんまりこうねいい状態の時に来なかったねこれね、みんなバリバリもし上がった状態の時来てるから、Z 戦車それぞれ飛び立っていった。OK。
そしてついに人造人間現れる日。早いね。あっという間に月日が経った。 Z 戦士たちはトランクスに教えられた場所に集合した。ブルマさん、ヤッホー。あら、大きくなったじゃないの、ご飯くん。バカだな、おめえまでなんでここに来たんだよ。見学に決まってんじゃない、大丈夫よ。人造人間を一目見たら帰るから。俺はそんなことよりブルマさんが抱えている物体の方が驚いたけど。結婚したんですね、ヤムチャさんと。てんてんてん、俺の子じゃねえの。とっくに別れたんだ、俺たちは。誰の子が聞いたら驚くぞ、お前ら。父ちゃんはベジータだよな、トランクス。なんでそんなこと知ってんのよ。私驚かそうと思って誰にも連絡してないのに。はい、これもうね、茶番ですよ、茶番。いや、そんな気がしたんだよ、なんとなく。なんとなくさ、顔がベジータにちょっと似てるだろ。そんなくだらん話をしてる時だと思うのかで、思うのかで、そのベジータどうしたんだ、姿が見えんが。私知らないわよ、今一緒に住んでるわけじゃないさ。でもそのうち来ると思うわよ。この日に備えてすごい訓練やってたみたいだし。来るさ、絶対あいつは来る。来るね。俺たちもこの日に備えて修行したんだ。この戦いについていける。マジかよ。天さん、僕も頑張る。チャオズは置いてこなかった。あー、期待しているぞ、天津飯チャオズ。その時ヤジロベイがやってきた。これカリン様から。おお、センズ、センズのカードでも1枚しか持てないでしょ。じゃあな、俺はお前たちと違って死にたくねえんだよ、と言ってさっさと言ってしまった。その時ドカーンだよね。これヤジロベイのスカイカーが爆発した。何かがいるぞ。あれが攻撃したんだ。まるで気を感じなかった。人造人間だから気なんてないんだ。気が感じられないのであれば直接目で探すしかない。よし、みんなで散って探そう。悟空、ここはみんなで行こう。嫌な予感がするんだ。おっと、これ原作と違うね。わかった、ブルマ、ヤジロベイのことは任せたぞ。ちょっとブルマに任せていいのかな。行くぞ。はい、マップで見ますけど、どこ行きゃいいんだこれ。どっかで待ち受けてるっていう感じでもないですけどね。レッスン人造人間編はね、確かもうこれがラストステージだったか、どうだったか、なんかの人造人間を探す的な感じだと思ったけどね。レッスン人造人間はあれ、何も構造物ないっすよ。回復があるぐらいなもんか。回復と時の狭間みたいなのがあるだけだな。他何もないんすか。ないの。どこに向かえばいいんだこれは。ちょっとわからん、わかりませんね。まあいいや、とりあえずカード買おうか。蛇姫はちょっとね、蛇姫買いたい。ここ行こうか、近いから。あらすじ見ていいかな。はい、人造人間、ついに人造人間が現れる日になった。 Z 戦士たちはトランクスに教えられた場所に集合した。果たして Z 戦士は、人造人間を倒し平和な歴史に戻すことができるのであろうか。はい、まあ戻すっていうか、正規のあれでしょ、未来がもうそういう、クソ、力が出ねえ、こんな時に心臓病になるとは。ご飯、悟空を連れて戻り、例の薬を飲ませてこい。ご飯は悟空を連れて戻った。マジかよ。お父さんに薬を飲ませましたが、意識が戻らないのです。悟空が Z 戦士のチームから抜けてしまった。こんな非常時だ。悟空さんの代わりはオラがやるべ。悟空に代わり父が中身に加わった。ちょっと誰じゃ看病すんのよこれ。父さんよこれ。悟空見てこいよ。あ、しょうがねえな。ってことは悟空とベジータの連携は使えないってことか。カメハメハランブも使えない。ちょっと厳しいね。一気にもこれで連携が狭まってしまった。ちょっとじゃあカード買って今回は終わるか。結構ね、多分クレジット溜まってると思うんですよ今回は。お、ここから北東の方角に怪しい奴らがいた。こういう感じでしたよ。これで探さなきゃいけないっていうね。そう、めんどくさいんすよ。ちょっと売店来てほしいな。売店、ちょっと枠使っとこう。はい、北斗、はい、知ってる、知ってます。はい、どうぞ。うわ、違うんだよ。
け、ウーパーカード。違うんですよ。売店来てくれ、売店。あ、知ってる。はい。知ってますよ。はい、売店来い。ちょっと待って、売店来ねえな。売店が来ないね。どうなってんだ、これ。一応、なんか、いかついの来てるな。色違いの左。これは初見だな、この左のやつ。ちょっとカットで飛ばしますけど。人工マン。おぉ。人工マンね。キューコンマン、かっこ回。強いやつだね、多分ね。あ、こっちか。ああ、ようやく来た、70。そうでもなかった。そんな溜まってもなかったな。でもあんまカード使わなかったから。すのも高えんだよ、こいつ。ああ、ちょっと、お金なくなっちゃった。はい。というわけで、じゃあ、動画外でね、僕またカード集めておきますんで、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。